マックス・メルケルは、オーストリア・ウィーン出身の元サッカー選手、元サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。オーストリア共和国時代のウィーンに生まれ、1936年に SK ラピード・ウィーンでプロデビューを果たす。翌年にウィーン SC へ移籍すると、1939年には、その活躍からドイツ代表にも招集された。1946年、10年ぶりに、 フルス、ラピードウィーンに復帰し、8シーズンを同クラブでプレーして、現役を引退した。また、ラピードウィーン在籍時に、オーストリア代表に一度だけ招集され、1キャップを記録した。現役引退後すぐに、サッカー指導者として働き始め、1954から55シーズンは、オランダの HBC クレイエンハウトを率いた。そこでの手腕が認められ、 37歳にして、オランダ代表の指揮を取ることになった。オランダ代表では1年間の在籍で終わったが、1958年からは、拠点をドイツに移し、1963から64シーズンには、TSV1860 ミュンヘンにて、DFB ポカールを、翌シーズンはブンデスリーガを制した。1六十四から十五シーズンには、TSV ミュンヘンを、 UEFA カップウィーナーズカップ決勝にまで導いたもののウエストハムユナイテッド FC に0から2で敗れた。こうして1967年 TSV1860 ミュンヘンをドイツ屈指の強豪に成長させた功績を買われ 1FC ニュルンベルクに引き抜かれた。ここでも1967から68シーズンにブンデスリーが優勝を果たすなど ドイツサッカー界を代表する監督になった。1971年、セビージャ FC で2シーズン監督を務めた後、アトレティコマドリードの監督に抜擢された。以前の監督が1シーズン足らずで解任されるなど、不安定な成績を収めていたクラブを、メルケルは改革し、1シーズン目にはコパデルレイを、2シーズン目にはラリーガを制覇するなど、クラブに黄金期をもたらした。 アトレティコ・マドリードを退団した後は、ドイツのクラブを転々とするも、スペイン時代以前の成績は残せず、1983年に FC ・チューリッヒを率いて監督業からも身を引いた。ありがとうございます。